テオドール・オッポルツァー、テオドール・オッポルザーは、チェコの天文歴学者である。天体力学の分野で活躍し、日食表として、有名な、食法典を表したことで知られる。息子のエーゴン・フォン・オッポルツァーも天文学者である。石シヨハン・フォン・オッポルツァーの息子として当時オーストリア、帝国であったプラハに生まれた。ウィーン大学で医学を学び1865年に、 博士号を終えたが、施設の天文台を所有し、1866年から天文学と測地学を教え始め、1875年には教授に任じられた。1873年にオーストリアの測地調査を指揮し、1886年には国際測地協会の会長になった。極めて才能のある天文学者、数学者として知られ、 一万四千の数に対する対数値を暗記していたと言われている。1868年に日食の観測を行った後、1887年にカノンでアフィンスターに差を表した。これは、紀元前1208年から二千2161年までの間に起きる8000回の日食と5200回の月食を計算し、表を呼びずに示したもので、当時としては、 画期的な天文計算の業績であった。水星や小惑星の軌道要素などに関する300編以上の論文を発表し、2巻の水星や小惑星の軌道に関する手引き書を表し、それらは長く標準として用いられた。月の運動の理論の改良にも努めた。小惑星をポルザーは彼の功績を記念して命名されたほか、妻の名がセレスティーナに、 二人の娘の名がヒルダと、アガーテに与えられている。オペルザーイコール1938フロリダイコール 1971VR。MPC2021 年8月29日閲覧。コストティナ。MPC2021 年8月29日閲覧。ヒルダイコール 1935GD。MPC2021 年8月29日閲覧。アガット。 MPC2021 年8月29日閲覧。ありがとうございます。